ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおはようございます。ミネオです。本日も、ちょうどライブ等で質問の多かった事項で、まあちょっと改めてにはなるんですが、共鳴地の真実、まあこちらについて少し掘り下げていきたいと思います。ね、このゲームなんかね、監督そうね、めっちゃこれ金いるじゃんおっさんとね。その原因は何かっていうと、まあ言わずとしてたこの黄色のね、玉、共鳴です。はい。これは、レジェンダリー宝石と言われるものを、こちら右の6つの装備にはめることによって上がっていきますが、ここを正しく理解することによって、まあ共鳴値がすげえやべえんじゃねえかということにたどり着き、じゃあここ課金しないとちょっと厳しいじゃんということになるんですけども、まあちょっと多少ね、前回動画とかでも少し取り上げたりはしたんですが、誤解があったりとか、またちょっと考え方が違ってたりということがあるので、改めてちょっと紹介させていただけたらと思います。はい。でここはね、英語の語訳があったりするので、それもあって多少ねこれなんかややこしくなってるということはあるので、そのあたりも踏まえて、ご説明させていただけたらと思います。はい。ということで、早速ね、じゃあまあこの共鳴値やべえということで、一旦今回ゼロとさせていただいてます。はい。そしてまず1番、はい、誤解が多いところの1番がこの攻撃力、この攻撃力上げたらもうダメージ上がるんでしょうっていうね。これがまずまずの誤解の原因の一つ。あともう一つが、この筋力、知力、忍耐力、生命力、意志力、これの数値の割り振り方。で、少し、説明させていただきます。例えば忍耐とかをこうポチッとしていただくと、細かな情報は出てきます。まあ忍耐なんでね、アーマー値を17。この辺は1割ですね。1割切り捨てで来てます。そして攻撃力。あ、さっきの攻撃力上がるじゃん、おっさんとね。増加させますとあるんですが、まず一つ目。共鳴値の前に、この攻撃力っていうのは、実質戦闘レーティングと言われているものです。はい。じゃあ戦闘レーティングって何やねん、おっさんってね。まあこの場合667になります。で、ディアブロイモータル、ステージごとに難易度が決まっています。ノーマル、ヘル1、ヘル2、ヘル3と。で、そこでモンスターのその戦闘能力より低ければ受けるダメージは増大し、与えるダメージはものすごく減少します。なので、戦闘レーティングがその難易度のステージを上回ってれば、与えるダメージは増大し、与えられる食らうダメージはかなり減少します。はい。で、今現在攻撃力とあるのが、これが戦闘レーティングです。足切りね。いわゆる足切り。まあ点数と言って覚えてもらった方がいいかな。まああなたね、何点満点中まだ667点。これでは難関大学合格できませんよということで。で、これ今全部装備外した状態で難易度ヘル2にいます。でヘル2の難易度に値する場合には、1220。あれ ?1210 かな?のレーティングが、攻撃力がいるということなので、はい。667。1220なってんな。1220低いってなってるんで、与えるダメージは9割も減少して、食らうダメージは、もう約 1000%、もうわけわかんないぐらい食らうよっていうね。うん。わけわかんないぐらい食らうよってなってるわけです。はい。なので、1220に攻撃力を上げた途端、ここの数値が爆裂に増大して、その敵とも対等に戦えるということになりますので、まず一つ目、注意しなければいけないのは、これ攻撃力じゃなくて足切り数値だということですね。なので、新しい難易度、新しいステージに行った時に、ここの数値が足りてないことには、いくらこうね、頑張って俺スキル上げてんだけどな、とかね。頑張ってレベル上げてんだけどなかなかっていう方は、この数値上げないともう話にならない。まずそれが第一つ目。はい。そして、それに付随して、このアーマーね、受けるダメージが減少だったりとか、クリティカルヒットダメージ上昇とか、この下の4つ、アーマー貫通力、効力、耐性、この値というのは、先ほどあった、この、
知力、体力、忍耐力、生命力、意志力、こちらを上げることによって上がります。なので先ほどの攻撃力イコール戦闘レーティングを上げる場合にはこういった装備品の能力値をまんべんなく上げる必要があります。はい。なので、通常のね CS 機のディアブロとかですと、まあ例えばねデーモンハンターとかですと敏将に特化していいよねとかね、まあこれババだから筋力特化でいいよねとかなるんですけども、まず一つ目の基本の、考え方として必ずステータスは平均的に振りたい。はい、一つ目ね。はい、その上で大事になってくるのがこの二つ、ダメージとライフルですね。この上の二つです。ダメージとライフル。ダメージはまあ言わずもがな、ここに書いてあるように敵に与えるダメージ、もうこれです。そしてライフ、これに関してはもういわゆる HP ね、ゼロになったら死んじゃうよと。で、簡潔に言いますと、このダメージおよびライフにこの共鳴値が非常に関係するのでやばいやばいと言われてるわけですね。はい、この筋力とかねこういったところではないんですね。はい、なのでこの対プレイヤーで 10% ダメージ増加または減少するといったところのこの戦闘レーティングに関しては多少誤差になってきちゃうということなんですね。うん、じゃあおっさんこれダメージ増やすのどうしたらええのっていうね。はい、まあダメージに関してはいくつかあるんですが、例えばこのトルマリンね、もう市場で高騰してるトルマリン、これも完全にダメージがそのまま直結して上がります。なので非常に市場価値が高い。そしてこの頭肩といったもう直結してるダメージスコアが上がる装備、はい、ライフに関してはこの胴体部分や下の下位装備、こちらがライフに直結、頭肩に関してはダメージ、そして武器はもちろんダメージに直結します。はい、ただあともう一個気をつけないといけないのが、まあ近接というか物理特化、物理職に関して言うと、この筋力に関してはダメージ数値が伸びます。はい、3割程度この筋力数値を反映したダメージ数値が伸びますので、この言わずもがな、稀に見る装備のこの能力値3オプション、魔力3オプションの中でも1個は必ず筋力をできたら入れていきたい、物理職に関してはね。魔法職とか遠距離職に関してはこの知力を入れた方がいいのかなと思いますけども、物理職に関してはやはりこの装備に関して一つはこの筋力を入れていきたい、あとはまあ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 それなりでしょうというね。うん、っていうことなんで、例えば実質この共鳴値に関してこれ下の装備だとライフルが上がるんですね。ライフル今実際ダメージ1157、ライフ22956、じゃあ実際このライフ装備をつけた場合どうなりますかと。はい、ダメージはそんな伸びてないですけどライフはやっぱ異常に伸びてますね。共鳴値がこれ150の時点です。はい、なので、かなりこのダメージとライフルにこの共鳴値が影響を及ぼしているということがわかると思います。はい、じゃあちなみにじゃあ攻撃ね、攻撃ダメージが上がる数値をじゃあ装備してみましょうね。ダメージ1157、ライフ22956。はい、ライフは先ほどと違ってあまり上がってませんが、ダメージの方は爆裂に上がってるのがわかると思います。はい、ということなんで先ほどより数値は10低い共鳴値ですが、このように、ダメージとライフにかなりの影響を及ぼすということがわかると思います。なので先ほど言った数値および、こちらの能力値に関して考えながら装備を厳選必要があるということになります。はい、ということなんで、まあじゃあ課金せなっていうことなんですけども、でもしっかりこの装備厳選をして、かつ先ほど言った例えばこのトルマリンもしっかり育てていく、そういったことをしながらやっていくと、まあそれなりのそのステージではそれなりに戦えるようにはなってくると思います。はい、
で、先ほど少し言い忘れましたけども、こちらのヘリクアリ、こちらでも、プラスで攻撃力を上げることができますので、戦闘レーティングを上げることができます。なので、スキルという前に新しい難易度、新しいステージに行った場合には、この攻撃力、戦闘レーティングをまず意識して上げること、これが非常に大事になってきます。はい。で、あとパラゴンですね、気をつけないといけない。で、俺はもう PVP に特化してやりたいんだよとかね、いう方は、まあ共鳴値はもちろん上げていかないといけないんですが、先ほど言ったようにこのライフ問題が非常に効果的なのと、このダメージ値が大切になってくるということを踏まえた上で、このパラゴンも選んでいかないといけない。最初の頃、特にこの制圧者に関しては、例えばこのね、気をつけないといけない、このモンスターへってなってるとこが非常に多い。モンスターっていうのは PVP には含まれないので、普通の狩りとかには役立ちますが、 PVP 頑張りたい人はこのパラゴンを選ぶのはちょっと間違ってくるかもしれない。例えば逆に剣闘士とか選ぶと、こういう形で操作障害を 10% 減少するとか、モンスターに対してのものは書けてなくて、プレイヤーからのことに対して書いてるので、この剣闘士に関しては、ああ PVP 特化だなということが分かってくると思います。で、ちなみにクラン戦に関してはね、名手の方は特にこのライフが大事ですよということで、私は一応生存者を選びつつ、で、ダメージに関してもカンストするとプラス500になるので、かなり大きなダメージになるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はこの共鳴値に関してね、まあ、知ってる方も多いと思いますが、ライブ等でね割と質問多いので改めてご紹介させていただきました。少しでもね今言った事項に注意しながらやることで底上げ、もうレーティングさえ超えればね割と戦えるようになってくるので、そこを意識しながらやってみるのもいいのではないでしょうか。はい、いつもご視聴ありがとうございます。できましたら、Twitter のフォロー、チャンネルの登録、そして何より、ダーククランまだまだ募集してます。よろしければ申請の方よろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。またね。